こ。どうする気を抜くなよ、せい。キャッツカッツギャッ敵はまだ残ってる。キャッツカッツ敵は倒しきったみたい。しばらく安全。キャッツカッツギャッキャッツカッツカッツまだ敵が残ってるみたい。キャッツカッツカッツ片付いたか。これで安全になった。キャッツ、サイキ。気をつけて。敵に見つけたよ。キャッツ、キャッツ。これでもう大丈夫ね。どうする？力で。ちょっと待った。一緒に行こう。もっといい手があるはず。下がれよ。接近戦だ。待った。敵の反撃に注意して。呪いか。フォルシキ。違うな、ミオ。我々の結束を。この技では、これが我が剣。浄化の力よ。油断するな。悪くないか。マジシャン。やれよ。距離を取るぞ。王者の力を、この身に宿れ。拳で語ってみせる。残った。体力が少ない。回復が優先よ。攻撃回避。やるじゃない隊長。こいつ隊長の体力残りは。我が正義にかけ て輝け。まだまだ頼もしいよ。攻撃が跳ね返ってきちゃうよ。覚悟はいいか。考えさせてくれ。悪はただす。燃え尽きろ。残り二つ。文句。そうじゃない。連携しよう。いや、こうじゃないな。それ癒しの力よ。まっすぐことのために。あと一つ。よし、いいぞ。王者の力、この身に宿れ。任せた。ロールが呪われてる。攻撃が跳ね返ってきちゃうよ。この曲はみんな無事か。キーラー、浄化の力よ。最後の爪だ。悪くない感覚だ。苦しい。守りに徹するさ。恥ずかしくない戦いをする。頼むよ。行くぞ。
かる。やはり。まあいい。よし、呪いが消えたな。もう大丈夫だ。気をつけて。この力で叩く。癒しの力、皆の力を貸してくれ。協力する。すぐに終わらせる。こいつ止めろ。マジシャン、やれやれ。距離を取るぞ。はあ。凍らせてやる。弱点に命中。サムルカヒーラー。大丈夫か。助かったよ。ありがたい。最善を尽くさ。マジシャン仕留め。文句決め。叩く。風邪いいぞ。これだ。こんなものか。生意気だ。我が正義にかけて。王者の力、この身に宿れ。行くぞ。壊れろ。今の一発はいいところに入ったね。行くぞ。そうじゃない。ヒーラー。いや、よっ。よっしゃ。よし、いいか。いよいよだな。ああ、行くわよ。
みんな備えて。このこいつ。王者の魂をここに。精霊の力。助かったよ。さすがだな。覚悟はいいか。凍らせてやる。最後だ。協力しろ。いや、こうじゃないな。かかかか。行くぞ。これ君の。我が正義にかけて。頼りにしてる。オンに切る。マジシャン氷の力だ。バカだ。抵抗するな。文句叩く。やられた。よし、敵の増援なし。先を急ぐわよ。片付いたか。これで安全になった。拾ったもの使えそうだな。楽勝よ。弱そうな。このまま押し切る。敵の強さはこっちと合わない。このまま押し切る。どうだ。先制攻撃だ。この力で叩く。まだ耐える。我が正義にかけて。そうじゃないか。ヒーラー浄化の力よ。最後の爪だ。悪はただヒルケンベルグ。行くぞ。この調子で行く。新たな技だ。これで片付いたか。どうする。キャッチ。一気に攻める。全力を尽くす。ダメだ。加減はしない。これ。精霊の力を。浄化の力よ。そのまま打ち切る。貴族として。マジシャン。燃え尽きろ。残り一つ。マジシャン。燃えろ。ちょっとかっこいいとどめだったね。悪くない感覚だ。力がついたな。いい感じだ。もう敵はいないわ。安全になったみたい。うん、安全よ。どうする。何もないね。このまま押し切るか。今が好機かもな。先制攻撃。
ジシャン。炎よ、残り2つ。覚悟はいいか。炎の力だ。最後だ。よし、行くぞ。うまくいった。輝け。マジシャン、氷よ。ちょっとかっこいいとどめだったね。お疲れ様。いつもこう行きたいもんだ。敵は倒しきったみたい。しばらく安全よ。聖堂内は異常なほどのマグラで満ちていた。お前の仕業なのか、ゾルバ。私を知っているのか。まあ、ルイ様のご意向を考えればあり得るか。答えろ。あの異様なマグラの結晶、こんな場所に自然にできるはずがない。お前の仕業か。うん、ああ、強化結晶のことか。私はただできやすくする核のようなものを道に沿って置いたにすぎ。強化結晶。できた結晶を利用して道を塞ぐ仕掛けはさせてもらったがね。魔力の本質たるマグラとは粒子だ。あれはその数種類ある結晶の一つ。見入られたものすべてを狂わす魔性の石だ。ふん、バカな。貴様がちょっと手出ししただけでこの異様な光景が自然に出来上がったというのか。それが強化。マグラの流れの暴走さ。影響を受ければ生き物も凶暴化し、何でも敵だと思うようになる。中には体が鱗のように硬化したり、骨格が歪んで別の動物のようになったりすることもあるよ。強化だと。貴様の狙いは何だ。王爵が欲しいだけじゃないのか。質問攻めだな。悪いが付き合いきれん。私にはやるべき大事な仕事があるのでね。おい、話は済んでない。君こそ私の話を聞いてなかったのかね。これは骨のかけらか。人揃いに満たなかったクズ骨の有効利用さ。せっかくだ。聞く耳持たぬ愚か者もここで材料にしてやろう。危ない、隠れろ。これじゃ進めない。どうする。骨を打ち返せないかな。この距離から狙い返せる武器はこちらにはない。一回引き返さない。このままだと拉致が開かないし。腹は立つが仕方ない。一旦引こう。邪魔者に次々来られてもかなわ。見せしめに潰しておくか。来るなら来てみるがいい。ゾルバメ、あれで王の絵を穴だらけにしたわけか。なんたる不敬な。ここまで来て足止めとはな。他に道はないし、あれを突破するしかないが。避けられないよね。防具だけでは全身をかばえない。何かいい手があればいいのだが。盾になるものを探すとか。盾になるもの。何か使えそうなものがあったか。ルイの絵だ。ルイの絵。なるほど、それは名案かもしれないぞ。ルイの肖像画を盾に使えばさすがのゾルバも撃てないんじゃないか。たかが絵だぞ。ただの絵を自己満足のためだけにここまで運んだんだ。ルイを崇拝してる奴が簡単に傷つけると思うか。なるほど、試す価値はありそうだな。
様ら。それは気にするな。持ち込まれたゴミを片付けるところだ。ゴミだと？貴様ら蜂の巣にしてくれるな。いいのか。先にルイ様のご尊顔に穴が開くぞ。卑怯な。どの口が言ってんだよ。黙れ。何も理解していない無能どもめ。これ以上余計な時間は使えん。大事な用事があるんだ。だがルイ様の肖像を汚した罪は重いぞ。私を怒らせた。後悔させてやるからな。他人の罪をどうこう言えた身分か。死者までもてあそぶ下道め。このままあいつを追いかけましょう。けど王者、敵がいるよ。キャッツ。このまま押し切る。セッツ。あるよ。セッツ。よし、どうだ。体力回復しなくて大丈夫？キャッツ。セッツ。このまま押し切る。キャッツ。簡単にやられはしない。アクはただ。協力頼む。この力を。恥ずかしくない戦いをする。準備万端だ。もっといい手があるはず。王者の魂をここに。燃えろ。癒しの地が力を一つ。手打ちのヒーラー輝け。もう少しだ。お見事、キュルケンベルグ。これだ。かすり傷だ。はぁ。油断しないでね。炎の力だ。大丈夫。フッ。これで最後だ。みんな無事か。英霊の力を。ありがとう。さすがだな。さてどうするか。王者の力この身に宿れ。ウガテイカツチ。危ないだと。よく狙って。かこれ状況をキーラー浄化の力よ。魔導機なしの魔法ってやつだ。くらえ。やるぞ。この技じゃない。俺に続け。任せたよ。恥ずかしくない。協力しよう。協力する。我が正義にかけて。見よ、我々の結束を。これで。これが我が剣。輝け。貴族悪はただす。氷の力だ。マジシャン氷を。みんな無事か。頼んだ。さあ。はいいぞ。成長したか。まだ残りがいるぞ。まずいぞ。どうする。キャッチ。サイッ。
続けて攻める。先制攻撃だ。行くぞ。壊れろ。王者の力、この身に宿れ。相手をよく見るんだ。ヒーラー浄化の力よ。あと2つ。落ち着け。王者の魂よ、ここに。悪はただ氷の力だ。癒やして英霊の力を。輝け。あと一つ。行くぞ。ちょっとかっこいいとどめだったね。お疲れ様。悪くない感覚だ。新たな力を得たぞ。これでもどうする。
奪われたか。まさか本当に自力で扉の封印を解除するとは。だが奪ったのに外へ出た様子はなかったぞ。宝石だけが目的なら残る理由はないはずだが。奴はどこに行った？誰も姿を見てない以上まだ近くに。残る出口はあそこだけよね。この先となるとおそらく屋上か。しかしなぜわざわざ上に。奴の目的は宝石を奪うだけじゃない。その上で最悪の人やらを起こす気なんだ。喪が明けるまでにと言っていたな。必ず食い止めるぞ。急いで。行くぞ。これが王者。すべての魔導機の元となった神器の一種。あとは向かいの凱旋者にこれを渡して。何じ、民の信託を得ぬ者が王権を得ることは許されぬ。来るべき日まで王爵は我が元にて預かる。最も信託を得た者のみ王の魔法を引き継ぐである。ふん、王、あくまでも最も信託を得た者にしか王爵は渡さないというわけか。今は他人の手に渡し、もはや誰も海様を褒められぬということだな。さて、最悪の準備は整いつつある。溜め込んだマグラが放たれた。神はどんな顔でルイ様に助けを求めるんだろうな。いたぞ。王爵はどこだ？亡き王が奪っていったよ。あれは誰のものにもならんそうだ。今はまだな。分かったら消えろ。愚かさへの哀れみとして見逃してやる。貴様を倒してルイの居場所を聞いたらな。お前たち、まさか私を倒せるつもりでいるのか？当たり前だ。なるほど、考えがわからんのも当然か。お前らの頭は空っぽなのだな。随分と悪い顔になったな、ゾル。
またお前か。私の何を知っているというのだ。女の騎士に知り合いな。いや、赤髪の騎士。お前、王子を守り損ねた間抜けな木の枝どもの一人か。そういう貴様は今や死人使いか。落ちるところまで落ちたな。王爵は失われたが、本当の世直しはここから。この国に本物の恐怖を教え込んでやる。図に乗るなよ、ゲド。貴様には牢屋が似合いだ。真の正しさもわからぬ愚か者には死をもって償ってもらうしかないな。喜べ、お前たちもあの間抜けな暗殺者のもとへ送ってやれ。さあ死ね。そしてルイ様の大いなる波動の礎となれ。何が波動だ。ルイの居場所を吐いてもらうぞ。多くの命をもてあそんだ報い受けてもらう。あいつを止めないとまた被害が広がっちゃう。文句。落ち着こう。加減はしない。叩く。さてマジシャン。雷の力だ。見つかるか。ヒーラー輝け。働いてもらう。すぐに加減は何だ。燃え尽きろ。蒸気がすぐに事のために浄化の力よ。ルイ様の邪魔をする愚か者ども。強い魔導機なしの魔はすぐに殺してやる。輝け。代わりはいくらでも。働いてもらう。王者の魂をここに。貴族としてマジシャン。炎の力だ。癒し英霊の力を。浄化の力よ。ルイ様の邪魔をする愚か者ども。さて食らえ。死ね。この代わりはいくらでも。これが我が剣癒しの力。ありがとう。ありがたい。拳で加減はしない。ちょっと一緒に行こう。頼む。さあ踊れ。何こいつ。さあ踊れ。王者の力、この身に宿れ。燃え尽きろ。相手をよく見る我が正義にかけて。輝け。恥ずかしくない戦い。力を貸して見せてやる。残った。合わせていくぞ。違うな。はあ、炎の力だ。またヒーラー。死なせは頼りにしてる。オンに切る。働いてもらう。
いつ。さあ踊れ。協力しよう。協力する。こんなバカな。ルイス様、聖堂を荒らした上、人殺しに墓暴き。観念しろ、報いを受ける時だ。殺すのは待って、ルイの居場所を聞いて。死んでも喋るのか。さっさと殺せ。用なしになれば、ルイはお前だってあっさり切り捨てるぞ。ルイ様こそ我が全てだ。ブレナール族には分かるまい。なあ、そこのお前、エルダのお前になら分かるはずだ。排除されてきた俺の気持ちが。この国は異種族が嫌いなのさ。融和など建前だ。俺たちは今も蔑まれ、貧乏くじを引かされる。昔は信じてたさ、国に尽くせば報われる。だが聞いたんだ、権力者どもの本音を。異種族など使い捨ての道具だ。危険な認知で生きた盾になってもらう。そう言って笑ってやがった。だがこんなことをすればそいつら以下だ。知っているか、マグラは負の感情が生み出すという説がある。魔法とは元来とても危険な術なのだ。限界までマグラを貯めるつもりだった。もういい。おごった権力者など己の不安に飲まれてしまえ。聖教ごときにこの世は救えん。神がいるとすればルイ様ただ一人だ。貴様何をした。このためにマグラを貯め続けていたのさ。少し早まった。史上の最悪を味わうがいい。おい、ルイの行き先はどこだ。ああ、ルイ様。くそ。なんだこの感じは。人間だ。人間ってまさかルイが国葬で持ってきたあのでっかいやつ、死体じゃなかったの。いや、死体を暴れさせるのはゾルバの大得意だろう。なんてことを。あんなものが街で暴れたら。絶対に食い止めよう。崩れる、急いで。
行けるか。行く。初めからこれを狙っていたのか。こんなものがもし町へ出たら。気づかれた。ここは殿下のお戻りになる都だ。この場で始末してやる。血をなくすのはもうごめんだ。死んでも食い止める。来るよ。なんて大きさだ。町へ放たれたら大惨事だ。必ず食い止めるぞ。けどこんなデカブツどうするの。あそこを見てみろ。おそらく心臓だ。狙ってみる価値はある。あんな高さじゃ武器は届かないよ。魔法で狙うの。それも手だが、まずは奴の体勢を崩させて普通の攻撃も届くようにするのが得策だろう。なら胴体を叩いて弱らせるぞ。あの図体狙い放題だ。まずはあの胴体を狙おう。文句。ド王者の力、この身に宿れ。炎の力だ。よし、キーラー輝け。恥ずかし、文句。壊れろ。一気に攻め。心臓狙えるよ。さ、マジシャン。やれ、協力頼む。この技じゃない覚悟はいいか。氷の力だ。頼んだ。拳、文句。叩く。傷、はー、雷の力だ。みんな無事か。皆の力を貸してくれ。まっすぐ子供のために。浄化の力よ。この力で叩く。嘘、卵の殻が元に戻っちゃった。あの腕があると殻が治っちゃうみたいね。ちょっと大変そうだけど、あの腕壊せないかな。覚悟はいいか。燃え尽きろ。みんな無事か。ストロール、その調子。これが我が剣、輝け。はずか。うわ、手加減はなしだ。炎の力だ。これを狙っていた。相手をよく見る。ヒーラー。やって。違うな。この備えで。ありがとう。Thank you.
最善を尽くさ。覚悟はいいか。雷の力だ。あと、みんな無事か。我が正義にかけて。今のうちに心臓を狙って。大丈夫、力を貸して。もっといい手があるはず。文句。叩く。隊長の体力残りわずか。回復してあげて。はあ。やめてやるぞ。頼む。癒しの力よ、守りたまえ。空、頼りにしてる。またあの兵隊たちが来そうよ。こうなったらいっそ私が中で暴れて兵隊たちを混乱させるってのはどう？任せて。私に任せて。どうよ、やってやったわよ。少し休ませてね。加減はしない。そうじゃない。カッカッ、ゲッ、残った。マジシャン、燃え尽きろ。これでどうだ。相手をよく見る。行くぞ。浄化の力よ。王者の魂をここに。このまま押し切る。今のうちに心臓を狙って。貴族として責務は果たすさ。合わせていくぞ。これが最善だ。みんな無事か。なすべきことのために。この力で叩く。今の一発は魔導器なしの魔法ってやつだ。くらえ。空よ、ありがとう。先に行ってくれ。落ち着き、行くぞ。壊れろ。また強くなったよ。また強くなれて。力が伸びたか。ようやくやったか。改めて礼を言う。王都を守るために命を懸けてくれた。守れてなんかいないだろ。王都どころか一緒だったグライアスさえもういない。ストローヌ、国葬の日の朝マリアと約束したんだ。帰ったらみんなで夕飯を食べようって。必死に戦ってみたが結局過去は消えやしない。当たり前のことが分かっただけだ。俺はマリアになんて言えば。ストロールのせいじゃない。責任がないなんてことあるかよ。自分が情けないよ。約束なんてするんじゃなかった。なあストロール、アルセスは自ら選んでこの国のために生きたんだ。彼がいなければ王子殿下は生きていない。私も君らと出会えず真実を知らないままだった。彼だけじゃない。ここで倒れた誰一人の生涯
無駄なんかじゃない。もちろん君らの働きもな。いたぞ、彼らだ。ありがとうございます。おかげで家族と再会できました。救っていただいたこの命、賜り物と思って大切に生きていきます。いや、俺たちそんな大したことは。あなた方に教えのご加護がありますように。コージラ、よくぞあの男の悪行を止め人間を撃ってくれた。おかげで兵たちの仇も取れた。類に頼らずとも人間を倒せる者はいると希望を示すことができた。礼を言わせてくれ。俺たちの知らないところで見ていてくれた人たちがいたんだな。希望か。久しぶりに聞いたな。口にするのは簡単だが、ただそれがある限り前に進めることも確かだ。ああそうだな。しかしゾルバからは何も聞き出せなかったな。王子の呪いは術者が死なないと解けない。グライアスでもできなかったのにどうしたら。覚えてるか、アルセスがルイを撃とうとした時、謎の魔法がルイを守った。あれがまた起きるとしたらルイはもう殺せないんじゃないかって。は？何それ。憶測で語っても始まらない。今確かなのはルイの行方をつかむ必要があるってことだ。軍の知り合いに情報を流すよう頼んでおこう。頼れる、さすが騎士。本当お願いね。他にそういうつて全然ないし。だがこれだけの騒ぎの後だ、軍も余裕はない。過剰な期待はしないでくれ。こっちも準備がいる。今の俺らじゃ力不足だ。ゾルバ一人に手こずるようじゃルイに勝てない。ルイの情報が入るまでの時間有効に活用しなきゃね。ひとまず技を磨こう。そうだな。戦力強化は今と言わず常に目指すべきだ。ひとまず宿に戻りましょう。マリアの様子も気になるしね。さてお耳を拝借。王宮は空に浮くわ、おかしな岩は出てくるわで、みんな目が白黒してることと思う。正直俺もそうだ。でも一番のびっくりは次の国王の話だ。民の信託、つまり俺たち国民の意思で王が決まるらしい。今日のお題は空や岩に浮かんだいくつもの顔についてだ。おー、ちょうど知りたかったんだ。正教会が調べたところ、顔の大きさには意味があるようだ。支持を多く集めてる者ほど大きくなってる。現在の1位がフォーデン様、次いでルイ様の順だな。当然フォーデン様よね。というか2位と意外に僅差で驚いたわ。んなことねえだろ、ルイ様男らしくてしびれるじゃねえか。あんた寝ぼけんじゃないよ。大聖堂がどんなことになったか見てないのかい。待て待て、みんな1位と2位ばっかりに目がいってないか。大事なのはそこじゃない。いいか、民衆の支持さえ集めれば誰でも、あんたでも俺でも国王になれちまうんだぞ。早速王になって世の中変えてやるって鼻息荒いやつがわんさか出てきているみたいだ。面白くなってきたろ。あんた教会の公事人だろ。そんなこと触れ回って大丈夫なのかい。俺ごときの言葉で揺らぐフォーデン様じゃないさ、多分な。それに未来の王になるかもしれない顔ぶれ、興味あるだろう。俺は今後めぼしい候補たちを伝えていこうと思ってる。この俺コーチリンアルバスバトリンの顔覚えて帰ってくれて損はないぜ。おかえり。聞いたよ、ルイの手下の悪党たちを退治したんだってね。
一人だけど。なーに、照れてんのかい。立派なもんさ。これであの人も少しは報われるね。安心してほしい。意志はしっかり継ぐつもりだ。それでマリアの様子は。部屋に閉じこもったままさ。食事も取ってくれなくてね。それにしても街騒がしいね。人間を倒したせいかと思ったらそれだけじゃないみたい。どうやら国王候補が乱立してるらしいな。民が王になれるなんて聞かされれば騒がない方が無理だ。それなんだけど、実は噂があるんだよ。近々フォーデン様が何やら大きなお触れを出されるってね。姿をくらましたルイもこれで向こうから顔を出すしかなくなるだろうって聖教の神官たちが漏らしたらしい。そうなの？本当なら願ってもないけど。お触れは22日頃だろうってさ。こういう日取りの話がはっきりした噂は多分本当だ。今後の身の振り方はそいつを待って決めた方が良さそうだな。どの道他に手もない。出方を見よう。今後は我らが国を導くのではなかったのか。こしゃくな王、よもや死後に発動するよう仕組むとは。空の顔、本当にあれは国王なのか。あんな石の顔が何だ。無視して我らは新たな王を。誰も納得せぬでしょう。あのような天変地異、王の魔法以外には考えられない。それよりもルイが狙われた時、謎の魔法が守ったように見えました。あれも王のしたことでしょうか。例の怪獣だかに長けた娘に調べさせたはずで。あよを呼んでまいれ。はじめまして。シグナス本家よりまかり越しました、デラ・メランコリフ・シグナスと申します。挨拶などいい、結果だけ報告しろ。ルイ様が謎の魔法で守られた件ですが、同じ状況が他の場所でも何度か起きたようです。おそらく民から信託を得ている者が力で排除されることを防いでいるのではないかと。一定数の民から支持を得た者は殺せなくなる。つまり王の魔法の一部と思われます。なら、ルイはもう殺せないということか。うぬり。困りましたね。ですが王は本当に無数の揉め事を一つ一つ見ているんでしょうか。発動に条件があるのかは何とも。王のさじ加減かもしれないので検証しようもなく。ただ発動しない条件ならば一つ分かったことがあります。決闘として戦う場合です。殺させないんじゃなく暗殺させない魔法。青臭い無双家の王が考えそうなことですね。今分かっていることは以上となります。ルイの指示は我が方と拮抗している。遺憾ながら力による動物の秩序を望む輩が存外多いようだ。実際そういう連中は見た目も動物ですからな。強き王を望むなら力を披露するしかあるまい。我らなり文化的で華のあるやり方でな。暗殺を防いだくらいで泥沼の競争させようなんて、陛下は何をお考えなの。新王が決する日にまた一日近づく。
まずは